新教養番組四大化計画世界は3つで語れない、こちら評議会メンバーの皆さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。収録お疲れ様でございました。結構その三大まるまるとかっていうのはよくあると思うんですけど、四、はいはい、つ目ってなかなか知れないじゃないですか、ね、そこをこう開拓できるっていうのがすごく楽しくて、はい、次の日からこうちょっと人に自慢して話したいなって思いましたね。あの評議会っていうと普通、まあこちらの評議員の方での話が盛り上がったりするとこですけども、プレゼンターの方たちの白熱っぷりがこちらがドキドキハラハラするぐらい、うんね、白熱しててすごく楽しかったですね。白熱なのか空回りなのかよくわからない。VTR とかを結構真剣に見てるんですけど、ずっと横で阿佐ヶ谷さんが美味しそうとかあら大きい犬ねとかずっと言ってて、本当実家で見てるような安心感がすごくありましたから、ね、お茶の間の皆さんも同じ温度でお楽しめんじゃないですかね。一番お茶の間に近い時間、ね、これ出てくる映像が意外に見たことないものばっかりですよ。さすが NHK アーカイブ持ってんなっていう。でそれをこういう形でエンターテインメントにしてるんで、まず3大自体で面白いんです実はね、はいはい、でそして4大を入れるかどうかはもう家のそちら側でみんなで議論して楽しい、ね、一夜になるんじゃないでしょうか。そうですよね、はい、まさかの結末になりましたからね。そうですよね、びっくりしました。いま、ね、だに正しかったかどうかちょっとね悩むわね。ガチでやったっていうことだから。そうですね、ガチでね。そう、誰もバランスを取ろうとしなかった。そう新教養番組四大化計画世界は3つで語れない、4月30日土曜日夜7時30分から放送です。お楽しみに。世界から集められた三大。俺はちょっとね、衝撃が大きかったね。そこに一つ加え、四大化を目指せ。とてつもないものが乗るんですが、はい、ください、ください、そこじゃないんだ、僕が言いたいのは。結果はこちらです。四大化計画、総合30日土曜夜7時30分。